ぽっちゃん、喜多方でね、この桜亭さんってね、うん、結構地元の人にね、こう愛されてて、うん、ということで、今日は桜亭さんに来てみました。桜亭さんね、はい、楽しみね、はい、なんかね、ニンニクが入れられるそうです。今日の私たちにはちょうどいいでしょ。ちょうどいい、もうニンニクたっぷり食べましょうね。じゃあ行ってみます。じゃあぽんちゃんね、今日は日の山から大勢からね、長旅やった、眠かった、2回登り直したな、往復しましたな、うん、まあでもスノートレッキングトレーニングにはもってこいよ。そうですね、まあ今度風のない日にな、また木内さんに聞かせていただきましょう。風が強くて2回降りてきたな。落としてことに気がついたんよね。そう、それでまた戻った。そう、桜亭さん、そうな、もうニンニクいっぱいね、味噌ラーメンにね、うん、入れられるっていう、どっちも大盛りやで、ポンちゃん、頑張ってくるね。はい、もりもり食べましょう。もりもり食べるで、うん、ポンちゃんには味噌大盛り、しかも卵1個、卵1個まるまる入っとる。わあすごい。すごい。味玉。味玉さん。麺ってどんな感じね。麺はね。うん、ああ。これは朝日屋さんでもないし、小石さんでもないね、これ。分からんけどね。じゃあ一口食ってみましょう。スープ。スープを。疲れた体には味噌が合うで、ポンちゃん、うん、そしてこちらがね、じゃん、醤油のね、チャーシュー大盛りです。シンプルだけどね、なんか良さそうな感じね。あらあら、おう、うん、なんか上品な感じの味がするよ、ポンちゃん。平打ちの縮れ麺だね、うん、あ、しかも細いよ、うん、美味しい。美味しい、うん、関東方面で食べてる味だろ。ね、うん、このこのね、ニンニクさんをね、ほら、でしょ、うん、のこのドーン入れました。わー、すごい。どうでした、ニンニク入れて、ニンニク入りました。ニンニクたっぷり、ニンニクたっぷり、うん、これチャーシューいただいてみるね、うん、チャーシュー、ちょっと柔らかくてね、いい油ね、これ、うん、油はしつこくないの、うん、ニンニクが、うん、効いた、うん、パワフル。ちょっとシアってみましょう。はい、シア、はい、うん、じゃあ味噌ね、ちょっとスープいただいてみます。ニンニク、ニンニク効いてるね、うん、ニンニクパンチ入ってるね、うん、わー、醤油優しい味だ。優しい味でしょ、うん、ポンちゃんこのぐらいの麺が好きなんだよ、うん、こっちの肉のちょっと、うん、味噌用に少しアレンジが違うみたいな、あー、しみる、しみる、うん、美味しく体に、うん、うん、しみるな、うん、今日はちょっとパワー使ったんでね、うん、もやしもいっぱい入ってるんだよ、うん、もやしもいっぱい入ってる。疲れた時はね、味噌がいいんだよね、うん、なんつうかこう、体が癒されるっていうかね、うん、味噌とニンニクはこれ最強でしょ。最強パワー、うん、こっちも味玉乗ってるんだ、うん、ラーメン食べたら体が目覚めた、うん、はい、完食。ひこんちゃんも大満足、チャージ完了。進んでろ。いや、ぽっちゃん。はい、あんちゃん。桜亭さん。桜亭。ね、山の帰りやけど、一気に食べてしまったから。ね。しかも大盛り。うん。ニンニクいっぱい入れちゃったよ。ね。もう今日はね、なんかね、ちょっとパワーを充電した。もうニンニクがくる。ね。チャージ完了。感じやな。まあ、そういうことで。うん、なんだっけ。ラ。ラ。ベルベル、ラッベルベ。
ザ・ベルベッツのお父さんとお母さんとか、ね、すごいな。ということで、ね、今日は、桜亭さん、ごちそうさまでした。また見て。